ポーチアタッチメントラダーシステムは、米軍エディック兵士センターによって開発された装備品の取り付けシステムである。タクティカルベストやバックパックといったプラットフォームに、断層用ポーチや各種アクセサリーを用意かつ頑丈に取り付けることができる。モールとも呼ばれている。複数国で使用されており、中には同一規格でないものもあるが、それらも本校で開設する。 インターセプターボディアーマーを着たアメリカ軍兵士。アーマー全体にパルズテープが縫い付けられている。パルズを採用したプラットフォームには、表面に、ミル W-43668、タイプ3ナイロンウェビングと呼ばれる幅1インチの帯が、上下1インチの間隔で頑丈に縫い付けられている。さらに帯には取り付けたポーチ類が横ずれするのを防ぐ。 ため1.5インチ間隔の縦の縫い目があり、この外見からパルズに対応したプラットフォームは容易に判別できる。取り付けるためのポーチ、アクセサリー類には、この帯の幅に対応した取り付け用ストラップと固定用ウェビングが付いている。従来の戦闘用ベストは、ライフルマン用、装用、狙撃兵用など任務によって複数の種類があった上、同じ用途でも製造会社によって、 ポーチの位置や数は異なっていたが、パールズの採用以降は、基礎になるベストやバックパックに、各種アクセサリーを、用途や使用者の体格や好みに合わせて、柔軟に配置することができるようになった。帯を縫い付けた単純な構造ながら、コドラ線ナイロン素材と縫製技術の向上により見た、目以上に頑丈で、装備品を強く引っ張ってもビクともしないほか、摩耗にも強い。 上下の感覚なくウェビングを縫い付けることで、旧式のアリス装備に対応させたり、横向きだけでなく縦向きにもウェビングを縫い付けることで、ポーチを真横に向けられるようにするなどの工夫も見られる。パルズウェビングは主に戦闘ベスト、バックパック、ボディアーマーに採用されているが、太ももに取り付けられるものなど、多様化している。アクセサリーポーチは、断層や、手榴弾、無線機、GPS、 ナイフシース、衛生キット、ガスマスク、書類、警棒、水筒、コンパス、汎用、果ては、スマートフォンまで多くのメーカーから多様な収納物に対応したものが登場している。またポーチなどの表面に、旧来の装備システムであるアリス装備や通常のベルトループ固定式のナイフシースをパルズ採用品に装着するためのアダプターも存在し、これらは、 アリス装備からパルズ対応のモール装備に更新される過渡期の米軍で支給されていた。ポーチ側のストラップをプラットフォームのウェビングとポーチのウェビングに交互に通し、最後にスナップボタンで止めるだけで容易に装着できる。取り外す場合はスナップボタンを外してストラップを引き抜く。アメリカ軍が個人装備システムとして採用したモールシステムにパルズウェビングが採用されている。 パルズの採用例として知名度が高く、パルズウェビングを使用するすべてのシステムに対して、互換的にモールという言葉が使われることもある。本システムは1997年に導入されたが、初期のモールはラックサックの樹脂パーツの破損が目立つことなどから、現在では改良型のモレイに移行している。モールは以下の要素から構成される。 米軍モール装備は日本国内の軍用品、米軍放出品の店においても多様な種類があり、他国のものより、廉価なこともあって比較的入手しやすい。また、正式採用品でないが同規格のものも多くのメーカーで作られ、こちらも通販などで気軽に購入できる。パルズを採用する類似システムとして、スピアも存在する。オスプレイボディアーマーイギリスでは、オスプレイボディアーマーに、 パルズが採用されており、イラク派兵やアフガニスタンで使用されているのが確認できる。オスプレイボディアーマーはマーク1、マーク4まであるが、マーク3から、米軍のパルズと互換性を持つインチ幅のウェビングが採用されたようである。アフガニスタン派遣部隊に支給されたマーク4では、マルチ、テレインパターンのものが採用されているが、これは、ウェビングの部分にも迷彩が施されている。 装備の近代化を進めるロシアでも、パルズ製品が普及し始めており、軍、省庁を問わず特殊部隊での普及率が高い。連邦軍に正式採用された6種112ベストは、空挺軍や山岳旅団、自動車化狙撃旅団に配備され、南大チや紛争でも使用が確認されている。ロシア軍のパルズ装備は、スナップボタンでストラップ端を止める米英のものと、 ポーチ類の固定方法が異なっており、フック状の部品をウェビングに引っ掛けるようにして固定する。各社からベストと対応ポーチ類が発売されており、迷彩パターンも多様である。ロシア軍は他国の軍隊に比べて、兵士の着用する装具、迷彩の統一感が薄く、各々の兵士が様々な製品を使用している、光景がよく見られる。防弾チョッキ型自衛隊の防弾チョッキ型には、 パルズと似たウェビングが取り付けられているが、従来のクリップ式装具に対応したもので、パルズ規格幅ではない。後継の3型ではパルズに変更されている。環球品ではないが、民間メーカーからは自衛隊の迷彩パターンの FLC ベストなどが発売されている。イラク戦争以降に、オーストラリア軍は装備のパルズ化を急激に進めたと言われており、 環急品と見られるダップクダップデュ名祭のものが相当な数配備されている。ウェビング付き装備ベルトや多様な種類のポーチなど対応装備のバリエーションも豊富に見られる。アメリカと軍事的につながりの強い国やアメリカの支援を受けている国に使用例が多い。グルジアやイラク、アフガニスタン、ポーランド、台湾でもパルズ装備が使用されている。また、 中国人民解放軍でも07式と呼ばれるパルズ系装備が配備されており、アメリカの FLC ベストに似たものを着用する兵士が確認されている。ありがとうございます。